どうも、お疲れ様でございます。え今回はね、30ルセルシオ、こちらの方の中古車を見ていこうかと思います。まあ、一ところではね、LS よりも根強い人気があると言われている、このサンマルセルシオなんですけども、なんせ LS に比べて玉数はどん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 減ってますから、もしかしたら価格ではね、こちらの30ルセルシオの方が上回るんじゃないかな、高くなってるんじゃないかなっていう向きもありますが、どうでしょうか。まず見てみましょう。 えっと、128万円のこちらの白いセルショー。なかなかかっこいいですけども、結構ノーマルに近い、そんな形に見えますね。で、こうやってグーッと引いていくと、これはちょっとだけスポイラー入ってる形なんですけども、これね、もう私が今乗ってるのと非常に外観は近いかなと思いますね。うん、やっぱりレクサスよりちょっと高めじゃないですか。まあ、かといって、なんか400万、500万みたいな値段はつかないと思いますけども、まあ100万前後でね、 こういった VIP カーを探していらっしゃる方は、まあ、セルシオ30なのかそれともレクサス460なのか結構ね、うん、悩むところじゃないかなと思いますまあ私もそのうちの一人なんですけどねはいそしてシルバーシルバーはまああんまり好みじゃないんで飛ばしましょう黒もね、うん、ノーマルだと黒っていまいちないようない気がするんですけどもどうですかうんまあ価格的に言うとやっぱ100万前後になってくるかなうん あ、これですね。さっき出てたの、うん。悪くないんですけどもね。で、ここがあ、いろいろとデコレーションしている中では、まあ、目立つ会社、a s p 183万円。乗り出しが200万ぐらいになるんですね。うん。まあ、こうなると、LS とこちらにしようかな、どうしようかな、という悩む方も出てくるんじゃないかなと思います。お、撮影がちょっとかっこいいですね。これね。ぐんと前に出た形で。 で、こちらのね、ホイールもちょっと私好みですね。うん。これちょっとクリックしてみましょうか。はい。ちょっとずれちゃいましたね、これね。ずれちゃいました。すいません。もうちょっと大きく画角を取っておけばよかったかな。あー、これね。フロントにちょっと主張が強い部分がありますね、これね。うん。やっぱりサンマルセリショーだとこういうふうに多少前のオーナーさんのね、マインドが入ってる車ってことになりますね。 まあでもこういう風なね、スポイラーをつけてらっしゃる方っていうのは、結構大事に乗ってるんじゃないかなと思うんですよ。つうのが、段差とかね、ガーンと行くとね、すぐにこれバキッと折れてしまいますからね。で、ホイールも、やっぱいいですね、ホイールもね。このタイプのホイール似合うと思うんですけど、どうですかうん、あこれ、ライトもかなりクリアです。綺麗ですね。ああ、綺麗だな。なんかサンマルセルションのライトってなんかね、劣化しにくいんじゃないかなと思いますけど、どうですか はい、戻りましょう。はい、黒。あこれもなかなかですね。ASP。えー、ちょっとこれも押してみましょう。やっぱ200万ぐらいになりますよ、この辺に来たら。ちょっと画角ずれてて申し訳ないんですけども、あれ、ちょっとキャンバー動かしてないですか、これ。ああ、やっぱこう、高級感ありますね、黒はね。白はね、元気さっていうかね、若さがあるんですけども、黒はなんか、おじさん的な落ち着きがあるかなっていうこところですね。うん。 ホイールもなかなかいいなと。しかしちょっと、これフロントの主張もういまいちかなフロントの主張ね。まあ元がいいんですけども、多少ローダウンしてるように見えますが。うん、まあでもいいですね。サンマルセルショーね。リアビュー特に。うん。で、ね、信号待ちで前にこういう車がいたらね、眺めちゃいますよね、なんかね。 はいまあ、ここでいいでしょう。結構ね、価格的には柔らかくないですね。やっぱり、球数が減っていて、状態のいい車っていうのが、なかなか、こう、リセールされにくくなってきてるのかなと。うーん。まあ、でも、その中でもね、逸材はありますよ。あ、これとか、とってもいいですね。あれスす。っていうところはね、また。 こういったデコレーションカーを使うのはなかなか得意ですからね。うーん。ああ、出たこんなにするの相当状態がいいのかなこれ。ほとんど走ってないですね。うん。でも走ってないってことは、やっぱりパーツとか劣化するとこありますからさすがに。えこれ2004年式ですから20年前ですからね。20年ともなるとやっぱりこういろいろと細々としたところは、 メンテナンスしないといけないんで、走ってないからと言っていいわけじゃないんですよ。この辺をね、もし、これ、ご検討の方はチェックした方がいいのかなって気がしますね。うん。でね、走行距離が結構こう15万キロってやつは、細々とした消耗品変えてる可能性が強いんですよね。だから逆に、私としては、こっちの方の信頼度が高いんですよ。15万キロとかね、20万キロ弱の車の方が。 ま、それでリセールされてるってことは、多分買い取りは結構ね、安くつけてると思うんですよ。で、メンテナンスに費用かけたりとか、リザーを大きく取れる車なんでね、あの、走ってる車っていうのは。やっぱ10万キロ以上走ると、手放すオーナーさんも、安くても仕方がないかなっていう風に、まあ、固まるんですよね。でも買う方は15万キロでも全然買えますからね。うん。あ、いいっすね、s p さんね、やっぱりね。玉数が多いっすね、s p さん。 アレスさんもそうですね。うん。まあ、あの、リーズナブルに乗りたいんだったら、これでも十分だと思いますよ。っていうのが、セルシオって元がいいんで、ほんとなんか、メンテナンスさえちゃんとしとけばね、全然これから30年とか乗りますからね。知らんけど <laughs>、これから30年とか言って <laughs>、未来のことは分かんないですね。うん。あー まあでもこうやって見るとね30のセルシオ乗っていながらにしてもあこっちがいいなとかね細かいところにちょっとこう違いを感じちゃいますいいねやっぱね、うん、でありがたいのはいろいろとオプションがついた状態でこうリセールって出てるんであの新車を買ってねいろいろと自分好みにカスタマイズするのにもう随分安いし ま、車に馴染んでるやつが来るからいいんですよね。うん。いやー、いいですね。やっぱりね、サンマルセルショかっこいい。はい、これからも乗り続けるぞ。それじゃあ。